続いては水曜情報局、今日は望月アナウンサーです。はい、今日のテーマはこちらです。はい、ジーンズです。ほう、ファッションの王道のジーンズが今再び注目を集めているんです。うんうん、その魅力を迫りました。再びブーム到来と言われているジーンズ、その噂は本当なのか街の声を聞いてみました。本当なのか。今ジーンズが再びなんか流行ってるっていう噂なんですけど、それって実感ありますか？あ、結構ありますね。なんか今だと古着とか昔の流行がまたこう来てるみたいな感じで、うんうん、確かになんか至る所で結構履かれてる人見るので、なんか人気なのかなと思ったりはしますけれども。こちら現場の望月です。普段から私はこのハンドマイク、そしてスーツ姿が定番のスタイルとしてお仕事をさせていただいております。そうですよね。今日はジーンズについて学び、トレンディーな男に近づきたいと思います。それでは行ってきます。お、目指せトレンディー。お邪魔したのは天童市のロビンジーンズバグ。お店のスタッフに聞いたところ、近年の古着ブームの影響を受けてジーンズが再び注目を集めていて、うん、こちらのお店ではジーンズの売り上げがここ2年で3割もアップしたそうです。3割、まあ、古着ブームって言いますからね。はい、来てるんだ本当に。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の先生、ジーンズのプロフェッショナル、鈴木優太さんです。早速おすすめのジーンズを紹介してもらいます。どんなジーンズがおすすめですか？うちで一番おすすめしているのは日本製のジーンズっていうのをおすすめしてまして、まあ、岡山県 の小島っていうところで作られているんですけども。お、はい、岡山県小島はジーンズの聖地と呼ばれ、鈴木さんもその品質に惚れ込んでいます。私も行ったことあります。ここもうジーンズ好きが集まってますよね。本当にこちらがですね、小島ジーンズというものですね。まあ、小島の代表するメーカーの一つで、なるべくお手頃な価格で本格的なジーンズをお客さんに履いてもらいたいということで、本格的な作りの割にはお安くお求めいただけるようなジーンズですね。うん、あ、そうなんですね。こちらがですね、桃太郎ジーンズ。お、私今履いてるのも両方桃太郎ですね。履いてる海外にも多くのファンがいるそうです。このラインが特徴なんですね。はい、かわいい。インディゴっていう染料でジーンズって染めるんですけど、それの通常の染め方の倍ぐらいこう手間かけていっぱい染めている。なんでこう色が濃いんですね。すごい細かいところまでこだわってるっていうのが桃太郎ジーンズの特徴ですね。佐藤さん、はい、ここでジーンズクイズ。あ、インフンでます。ジーンズ用語、ヒゲ、蜂の巣、あたり、はい、何を表す言葉か分かりますか？5秒以内でお答えください。牛肉の部位、あ、違う、ジーンズか、ジーンズの部位、焼肉みたいに、はい、これ部位、ジーンズの部位、部位、ジーンズの部位。答えはジーンズの色落ちの種類を表す言葉です。色落ち？ええ、どういうこと？ジーンズの一番の魅力って色落ちなんですけども、履いていくとインディゴが落ちて色落ちしていく。それをジーンズを育てていくっていうことに呼ぶんですけども。育てる。ヒゲっていうのがこの横にこう走ってるこの線、おお、これがこうヒゲのように見えるということでヒゲって言われる。あ、そうなんですね。へえ、面白い。はい、そして蜂の巣は膝の裏部分にできる蜂の巣状の色落ち。ああ、なるほど。あたりはポケットの縫い目などに見られる色落ちのことです。あ、ここも良さなんですね。はい、履き込んだ感じが出ますよね。歴史があります。この辺あたり出てますねっていう感じですね。はっ、いいあたり出てるね、はい、いいあたり出てるね、はい、そういうのがあるんですよ、そのジーンズアイコン形の中では。はい、こう色落ちの奥深さには驚かされました。いや、履く人の個性がこの色落ちに出てくるってことなんですよね。はい、深い。ちなみに鈴木さんが一番好きな色落ちはヒゲだそうです。ほう、ご飯なんか食べてる時に無駄にこの辺こう触ったりしてそれはどうなるんですか？そうなると、そうするとこう
このシワの上の部分だけこう擦ることによってこうそこだけ色落ちるんですよ。ご飯食べてる時も育ててるという、はい、自分の子供のような相棒のような、まあ、ただの洋服ではない愛着が湧いてきますね。愛情深い。こちらのお店にはそんな鈴木さんに負けないくらいジーンズ愛にあふれた常連客がたくさんいるんですよ。ほうほう。どんなところが魅力ですか？汚れても気にならない、それが好きです。もう仕事行くときも遊びに行くときも、もうずっとジーンズ履いてますね。ジーンズ愛にあふれる常連客の中でもひときわ輝くこちらの男性、桃太郎ジーンズコレクターの児玉隼人さんです。これインナーまで全身ジーンズ？全身ジーンズで決まってました。かっこよかったです。かっこいい。すごい量ですね。あっという間に机がもう隠れちゃいました。これはコレクションのすべてです。はい、一部を持ってきました。これで一部ですか？児玉さんは桃太郎ジーンズ製品をおよそ40アイテム持っていて、使った金額は内緒だそうです。お高いんだろうな。特にお気に入りはこちらのジーンズ。いや、これは来てますね。モジさん、モジさん、さっき勉強したヒゲ、はい、あ、ヒゲ、ヒゲ、ここですね。これはたまらないですね。もう児玉さんのなんていうんでしょう、繊細さ、優しさ、それがもうそのまま現れてますよね。もう素晴らしいウォッチですね。ありがとうございます。ジーンズ占いというか人間性まで出るんですね。面白かったです、はあ、これはすごい。児玉さんにとってジーンズって何ですか？恋人以上、恋人未満？未満みたいな。どっちですか？恋人以上恋人ってことですね。はい、はい、愛情は伝わりました。それでは最後にジーンズミックスコーディネートファッションショー It's Showtime。 おまずはレディースコーデから。テーマはリゾートアメカジ。素敵。休日お出かけするのにぴったりなリラックススタイル。こなれたユーズド加工のジーンズがいいですね。あ、夏っぽい。テーマはバイク女子。ブラックジーンズにデニムのトラッカーを合わせてクールな雰囲気を演出してます。いや、スタイリッシュ。スタッフモデル上手ですね。スタッフさん。テーマはスポーツミックス。リラックス感あるトップスにスニーカーを合わせて、ストレッチの効いたデニムスカートでアクティブなシーンでも動きやすくて楽ちんです。あ、私これ好きです。続いてはメンズコーデ。テーマはジーンズ大好き夏。太めのジーンズにゆったりめのパッチワークシャツを合わせました。デニムオンデニムですがコテコテになりすぎないリラックススタイルでいかがでしょうか？そのギャグも挟んでくれる。おしゃれ。テーマはスマートアメカジ。ダメージ加工が入ったジーンズにトレンドのスカシャツを合わせました。ジーンズに合わせるインナーは白 T が王道の組み合わせです。ナイスポーズ。お、もちさん、もちづきさん。最後はもちづきアナウンサーデニムオンデニムスタイル。先ほどご紹介した桃太郎ジーンズのセットアップです。ピンクの T シャツで抜け感を出した、はい、まさにトレンディーなコーディネート。望月さん似合ってます。似合ってます。決まった。皆さん今日はありがとうございました。ジーンズは身近なファッションですので男女関係なく幅広い年代の方に楽しんでいただきたいですね。いや、本当に魅力をたくさん知ることができました。ジーンズ最高。ちょっと望月さん着替えちゃって。着替えてきました。かっこいいじゃないですか。いや、スーツとのイメージチェンジがすごいです。王道スタイルです。デニムオンデニムですね。はい、ちょっとこう着ているとこうかっこつけたくなっちゃいますね、うん。なんか似合ってます。なんか気分変わりますか？やっぱり変わります。ちょっとなんかこうちょっと、うん、いやって感じになりますね。ストリートダンスやってますからね、はい、私でジーンズは全然知らなかったですけど、一本頑張って買って育てたいなって思いました。いや、いいですよね、うん、愛着がどんどんこう湧いていくような、はい、印象がありました。いやー、はい、それにしてもスタイリッシュ、はい、その格好でニュースをね一回読んでみてもちょっと難しいかもしれないですね。そうですね、はい、失礼しました。皆さんもあのトレンディーな
格好に挑戦してみてはいかがでしょうか。水曜情報局でした。